メンタルがしんどくなってきたとき、みんなはどうやって回復しますか？改めましてどうも、ハイチーです。今回はメンタルの話をしていこうかと思います。なぜかっていうと、特に受験生の方がこの時期メンタルがすごくこうジェットコースターになりやすいからです。今回の動画の中では、私自身、メンタルジェットコースター人間代表のね、また俺が普段どうやってメンタルをこうね、落ちた時にコントロールしてるのかっていう術は話していくんだけど、もしかしたらね、コメント欄にこう先輩方とかいろんな方たちが、自分はこうやって落ち込んだ時に気分転換してますよみたいなのを書いてくださる方もいるかと思うので、ぜひ動画の内容だけじゃなくてコメント欄も見てもらって、こうみんなのヒントにしてもらえたらと思います。なんかこう情報共有の場のね、場としてこの動画作りたかったので、ぜひねコメント欄も書いていただけると嬉しいです。早速俺がやってる方法を伝えていきたいとこなんだけど、でもその前にね、どうしても1個伝えておきたいことがあって、きっとね、サムネイルとかタイトルとか見て、ここまで動画見てくださってる方は、こうメンタルが落ち込んでる自分 自身を自覚してて、そういうタイミングがあることを自覚してて、なんとかしたいなとか、ね、こうちょっと変わりたいなって思ってる方だと思うのね。でそういった方に結構多いパターンなんだけど、落ち込んでる自分に落ち込んでたりします。つまり落ち込んでる自分を責めてしまうの。何落ち込んでんのって。いや、いいんだよ。いい。落ち込むから。もちろんそれはみんながみんなじゃないよ。性格によるから。でも、落ち込んでしまう自分の性格を責めちゃダメ。ね、それは約束。責めないでいこう。だって、真剣に頑張ってること、ね、本当にこう目指してるもの、頑張ってることだからこそ不安はつきまとってるの。不安がつきまとってしまうから、特にネガティブにね、いろいろ考えてしまう性格の人だったら、ああ、ダメかもしんないって思ってやっぱ下がっちゃうじゃんか。でもそれは真剣だからだから。だからそこを責めないで。まず、落ち込んだっていいじゃんって。それをまずこう自分に言ってあげることが、まず一番だと思ってるの。それがまず大前提にあってから、いろんなやり方っていうのを試してみる価値が出てくると思うので、まず、いいかい？落ち込んでもいいの。で俺の発想としては、落ち込んでもいい。そら来るんだよ。俺だって落ち込むんだよ。39歳落ち込みます。ね、落ち込むんだけど、落ち込んでる時間が短かったらよくない？こうさ、下がってしまった気分が長引くと辛いじゃん。でもこれが下がってしまうんだけど、下にいる時間を短くして上がれたらさ、いいじゃん。それでグッジョブってなるから、まあ今回ね、それのヒントにしてほしいので、ここからね喋っていこうと思います。と前置きが長くなっちゃったんだけど、俺がこだわっているのはただ一つ。それは何かっていうと、メニューを作るんです。ただこれだけ。よく質問でね、こう気分転換の方法とか、メンタル下がってしまった時に何すればいいですか、教えてくださいって聞かれます。でもちろんこれしてごらんってね、これさえやってくれ大丈夫だよって言えたらいいんだけど、きっとそれができてたらね、私もベストセラー作家ですだってもうさ、みんなそれやればいいじゃん。だってそれができないんだよ。なぜかっていうと、俺自身の答えとみんなの答えは違うから。俺にとっての気分転換がみんなに当てはまるかはわからないでしょ。だし、ただ一つこれだけやっときゃ気分転換毎回できるぜっていうのって、なかなか難しくない？前回はこれやったらすごく気分転換できたけど、今回はなんかうまくいかないんだよなってことが、きっとみんな自身もあったと思うんだよね。俺もそう、すごくそれ感じてた。だからいっぱい気分転換メニューを作るの。例えば俺だったらゲームとか歌が好きなので、好きなゲームいっぱいやるとか、推しの歌を聴くとか、そのライブ映像を見るとかもそうだね。で、基本的に一人好きなところがあるし、辛い時ってさ、もうちょっと何もかもシャットアウトしたいっていう時ってないかな、俺だけかなあるんだよ。だからそういう、そっちの方がいいなと思った時は、もうイヤホンして、もう外の音をシャットダウンして、1時間もう自分の殻にこもるとか、それも結構気分転換になるんだよね。なのでそういったメニューを作るの。自分にとって気分転換、これならいけそうだなっていうのをぜひ作っておいてください。でこれを作る時のポイントは、これを作るのは落ち込んだ時ではなくて、気分が安定してる時に作るの。メンタルが下がってきてしまうと、それって心のエネルギー不足の状態なのね。だからね、楽しいもの、俺だったらゲームとか歌とかもそうなんだけど、楽しいって思えるものがどんどん楽しめなくなってくるんだよね。楽しいっていう感覚が、アンテナがね、鈍くなってしまうの。だから落ち込んでから探すのはかなり厳しい。それどころじゃないもん。もう心のエネルギー不足してるからね。だから安定してる時に、その落ち込んだ自分を振り返って、あ、こういうのがいいんじゃないかなっていっぱい書いておく。で実際そうやってちょっとメンタルが下がってきた時、これ本当はね、下がりきってからじゃなくて、あ、ちょっと落ちてきそうだなって時にメニュー開いてほしい。
そう、その時だったらアンテナがまだね立ってる時なの でそこで、あ、これ行ってみようって、これで気分転換できるかもっていうのをぜひやってみてください。それでこうメニューを増やしていけると、落ち込んだ時に下がる、こう下がってる時間が少し短くなって上がるきっかけが作りやすいので、ぜひ試してもらえたらと思います。はい、ということで今回もここまでお付き合いいただきありがとうございました。今回本編の続きで少し話をさせてほしいんですけど、メニュー表を作るって話をしたでしょ。でこのメニュー表って自分で全部こうね、こう思いついたものを書いていくでもいいんですけど、実は他の人からヒントをもらってメニューに追加するっていうのがめちゃめちゃいいです。おすすめです。だから今回この動画作ったの。コメント欄に書いてほしいって言ったのもそれが理由なのね。みんなが俺の動画だったり内容だったり、まあ、コメント欄見てさ、あ、これいいかもって思ったらみんなのメニューが1個増えるでしょ。なんかそうなってほしいなと思って。でちなみにちょっと私がね、今までこう出会った中でいいなって思ったものを一つ紹介してもいいですか。でこれは大学を卒業して初めて就職して営業マンやってたんですけど、その時の所長です、まあ、トップね、その支社のトップの方、男性の方でまだ若かったんよ。もうね、鉄人のような人めちゃめちゃ怖かったし、ほっと毎日怒られてた。でもね、すごいお世話になったの。今でもすごい尊敬してるし感謝してる方なんですけど、もうね、落ち込む姿なんかみじんも想像できない。絶対落ち込まないと思ってたのね。でもすごい可愛がってくださってて、まあ、ある時2人で話をする機会があったのよ。で所長にね、所長って落ち込んだりしないっすよねって、ちょっとふざけて言ったら、バカ、俺だって落ち込むわみたいな、そう言われて、でそっから、じゃあ落ち込んだ時どうするんですかみたいな話になったんだよね。でそこで所長が言ってたのは、俺は地球儀見るんだよって言われたんだよ。で何かっていうと、地球儀を見てると自分が住んでる日本っていうのが世界の中でこんだけちっちゃくて、でその中に、その日本ってさ、世界地図ってまあこんなちっちゃいじゃんか、その中のここにしかいない、だからこんだけ世界が広い中で、なんか広い世界で生きてるってことを自覚する、確認すると自分の悩みなんてちっちゃいもんだよなって思う、だって。でそう思えると頑張れるんだよ、自分がやれることやるしかねえんだよなって思うんだよって。だから所長はご自宅にね、すごく地球儀のグッズ、まあ、地球儀もあったし、地球儀をこうなんだろう、模したグッズというか、それも結構多く持ってらっしゃる方だったんだけど、それを言ってた。で正直言うと俺はそんなにそれが当てはまらないんですよ。当てはまらない、特効薬にはならなかったの。あ、そうなんすねって。だから真似して地球儀買ったんだけど、で今うちにも地球儀あるんだけどね。でもなんでこの話をしてるかっていうと、特効薬にはならないし頻繁に使うメニューではないんだけど、今こうやって喋ってる時点で俺のメニューには入ってんのよ、気分転換の方法として。でたまにね、ぶち刺さるの、この方法が。思い出して地球儀見て、あ、所長こう言ってたなって。で多分その方法を思い出した時に何が発生してるかっていうと、そのね、こう世界で広い中で俺の悩みなんてって思ってる自分もそうなんだけど、人がリンクするんだよ。地球儀から俺はお世話になった所長がリンクして出てくる。できっとあの所長も今か今でどこかで戦ってるんだろうなって思えると、自分一人じゃねえなってどっかで思うんだよね。だから気分が下がってしまった時に地球儀を見るとたまに回復するんだよね。そうだから、みんなも今回自分が俺が話したこととか、今所長の話とか、コメント欄のね、みんなのそう経験談とか、特効薬になるとは思ってない、でもいいなって思うものは覚えててほしい、だしメモしておいてほしい。忘れちゃうから人間って。それがどっかでさ、みんなのこうたまたまね、本当に数ヶ月に1回しかクリティカルヒット出ないかもしれないけど、でもみんなのこと助けてくれたらよくない、いいし、ね、ちょっと願わくばそのみんながしてきた経験がどっかで今度誰かの背中を押す経験になったらさ、すげえ幸せ俺はという気持ちでね、今回この動画喋らせてもらいました。動画の冒頭でも言いましたけど、落ち込むことは何も悪くないからね。悪くないし、例えばその方法、気分転換の方法がさ、周りからバカにされる方法があるかもしれない。だって俺がさ、このコダック、俺コダック大好きなんだけど、いつも映ってるでしょ。もうこんなん牛してたらマジで癒される。39歳ですあれ、こんなん言ったらさ、うわキモーっていう人は絶対おるで、39でなってみたいな、いると思うんだけど、関係なくない。だって俺の人生だもん。俺の人生の主役は俺だし、俺の気分転換の方は俺が決めていいじゃん。誰にも迷惑かけてない、まあ、気持ち悪いと思ったらちょっと悪いかもしれないけどね。だからみんなも別に誰かに
アピールするために気分転換をするわけじゃない。自分のためにやるんだから。だからそんなことは気にせず、自分のメニューを大事にして、ぜひね、自分のメンタルが下がってしまった時に、いち早く上に上がれるようにしようって、下がることは悪くないんだからっていうふうに思ってもらえたらと思います。はい、ということで改めてになりますが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。ではなかなかねしんどい日が続くかと思いますが、今週もお互いね頑張っていきましょう。ポンちゃんまたね、バイバイ。